ちは、石川カレンです。はい、本日はですね、ここ初めて自宅から YouTube をお届けします。はい、ついに一人暮らしを始めまして、自宅で YouTube を撮ってみようかなと思いまして、今日記念すべき第1弾目の自宅動画です。なんか照明をさっき買ってきたんですけど、ビッグカメラで、ちょっと強いかな。今は、引っ越して2週間くらいです。まだ2週間くらいしか経ってないんですけど、ある程度家具とかも揃ってきたりだとか、もう生活する分には全然不自由ない環境になったので、ちょっと YouTube を定期的に自宅でも撮っていこうと思います。そして本日はナイトルーティーンを撮っていきます。はい、ちょっとナイトルーティーンでこんなに前置きが長いことってなかなかないと思います。今日は YouTube 撮影を久々にスタジオに行ってしてきて、スタジオで餃子を50個食べるっていう企画を、前回上がった動画をやったんですけど、餃子を食べきれなかったので、その持って帰ってきた夜の餃子を食べるシーンとかも撮れたらなと思って、なんか本当にみんな後々食べてるのって思うと思うので、本当に撮っていこうと思います。今7時25分で、21時から麻生専門学校さんのなりたい自分の見つけ方セミナーっていうのがあって、それをインスタライブにて配信を行ってるんですね。毎週火曜日に五右衛門のメンバー誰かしらランダムと、麻生美容専門学校の校長代理を務めてらっしゃる南先生と一緒にこうセミナーっていうのをインスタライブで配信してるんですけど、それが21時からあるので、その前にちゃちゃっとご飯を食べちゃおうかなと思います。ぜひ最後まで見ていってください。餃子を温めて持ってきました。じゃーん、今日食べ損ねたやつ、水。もう本当に取り慣れてないとこうなるからやだ。カットするべき、絶対ここ、カットっていうかカメラを止めるべき。はい美味しいですよね、一人ご飯。せーの、いただきます。この動画から見る方は分かんないのか、肉餃子と野菜餃子としそ餃子の3種類が入ったパーティーセットになります。いただきます。コショウとポン酢ラー油を用意してきました。いただきます。うん、うん、今日今カメラを立ててる三脚をビッグカメラで買ってきたんですけど、三脚がこうパッて入ってたんですけど、こう倒れてきて袋をビビビビビってやって抜けました。だからこうやって帰ってきた。大変だった。やっぱ餃子は何回食べてもいつ食べても美味しいですよね。いつもはちょっとお行儀悪いんですけど、ネットフリックスをかけてご飯食べてて、でも音が入っちゃうから YouTube 撮ってる時はかけられないから、無音でご飯。寂しい。無音って寂しいかも。今までずっと何か音かけてたから寂しくなかったのかも、一人でも。この間餃子を違う食べ方したいなって思って、味噌とマヨネーズを混ぜてつけてみたんですよ。それも美味しかった。なんか誰も試したことないようなつけだれとか試してみたい。今度研究してみようかな。あと3つ。それだけごめんなさい。めっちゃごめんなさい。苦手な人は苦手。一人暮らしって物音に敏感になりませんか？すぐ気にしちゃう。ラスト1個、いただきます。待って、最後一口でいきたかった。でもなんか体がくっつけなかった。あっ、幸せ。ごちそうさまでした。はい、じゃあ片付けます。なんか片付けをしようとしたら配信の時間になっちゃって、配信をしてきました。で、終わったので食器を洗います。今日の朝、朝ごはんを食べた食器を時間なくて洗わずに水につけたまま切っちゃったので、ちょっと量が多いです。憂鬱やだねそう、喘息の
気がひどいんですよ。でこれ終わったらちゃちゃっとお風呂に入って、今日はちょっとシャワーにしようと思うんですけど、その理由が今日23時56分から超無敵クラスの放送があって、それまでに終わらせて放送をリアルタイムで見たいので終わらせます。なんかもう食器洗いの手袋はめんどくさいのでつけません。価格合ってるこれ。これも普段音楽かけてやることだから、無音だとなんかすごい憂鬱。音楽って偉大ですね。音楽があればとりあえず何でも楽しくできるかもしれない。わかんないけど、音楽があれば一人でも寂しくないですよね。音楽があればというか音があれば寂しくないかも。あ、違う、洗濯物をしなきゃいけない。うわ、なんか一人暮らしになってから忙しくなった気がします。余計になんか家のこととかやらなきゃいけなくて。これを普通にやってる人本当にすごい。全世界の一人暮らしの人を褒めたい。なんか賞受賞するべき。これで食費とか、なんかちゃんと節約とか考えてやれてる人とか、今日食べるもののことだけで頭いっぱいなのに、そんな1ヶ月の食費とか考えれない。これをお母さんたちは家族分やってたんですもんね。私なんか自分一人分、一人の分だけど、お母さんとこは家族のご飯作って、家族の洗濯して、家族の食器洗って、頭が上がらない。次実家に帰るときは何か手土産を持って帰ろうと思います。はい、ここからいきなりアフレコに切り替わりました。今食器を洗ったものを拭いてしまって、洗濯をしています。ただボタンを押すだけなんですけど、この時は、脱水まで押したかな。で朝仕事に行く前に浴室乾燥をしていたタオル類たちをこう取り込んできます。一人暮らしでなんかタオルを買う枚数あまりにも少なかったので、ちょっと回転率が悪いということで干しております。じゃあお風呂に入ってきます。行ってきます。はい、お風呂に入る前も入った後もボサボサの映像でお送りしておりますが、このスキンケアの様子は以前にスキンケアの動画を出しておりますので、詳細はそちらを見ていただけたらなと思います。しっかりね、顔をパッティングしています。パッティングって言うんでしたっけ。いや、パッティングはしてないな。なんだろう、しっとり手で押さえている感じですね。化粧水の量がちょっと結構出しすぎちゃう人なんですよね。まあ、使えば使うほどお肌に浸透するかなって思って、それだけ肌が吸い込んでくれるので、乾燥しているので。結構スキンケアは入念にやってますね、この時期は特に。皆さん冬のおすすめのスキンケアとかあったら教えてください。最近はなんか結構肌荒れとかも落ち着いてはきたんですけど、生理前とかになるとやっぱり肌荒れポツポツできちゃったりとかするので。あと最近なんか朝の目覚めが悪くてですね、なんかむくみがすごいんですよね、朝なので。夜のうちに流せるむくみとかは流しておこうかなと思って、スキンケアの時に軽くですけど、軽く顔をゴリゴリやってます。でパックですね、貼りますね。パックの鼻の部分を貼るのが苦手なんですけど、共感してくれる方いますか。なんか絶対にめくれてるじゃないですか、出した時に。それがちょっとね、いつも直すのめんどくさいなって思いながらやってます。でこれはヘアミルクですね。ロレアルのヘアミルクかな、多分。それをなんとなく全体になじませて、これはなんか仕事先で泊まったホテルでもらったアメニティ、ちょっとアメニティ持って帰ってきちゃったタイプなんですけど、はい、そのアメニティを使って乾かしております。はい、で、洗濯が回し終わったので、お風呂を水で冷水で流した後に浴室乾燥をかけて、洗濯物を干しました。でちょっと何時間か適切か分かんないんですけど、5時間半一応乾燥機かけました。で、ほぼうとうと、ほぼうとうと、ほぼ寝そうになりながら、うとうとしながら歯磨きをして、口を拭いて、はい、 OK ということで歯磨きが終わりました。でこの後に超無敵クラスを見ました。ちょっとテレビの映像映せないので映してないんですけど、ベッドに入って
常夜灯っていうんですか、豆電球みたいなのに切り替えて、低いで押せばいいのにどうして中途半端な暗さにするんですかね。あ、常夜灯じゃなかった、なんかちょうどいい暗さみたいなのにして、このなんかなんだっけ、ファイヤースティックファイヤーみたいな、ファイヤースティックなんとかでネットフリックスを見ております。ちょっと枕をちょうどいい高さにして見てますね。あ、気になってくれた方いるかわかんないんですけど、この私が着ているルームウェアは自分のプロデュースするフライングベルのディズニーコレクションの商品になります。販売中ですので皆様ぜひお手に取ってみてください。オールシーズン着れるのでね、ぜひ。ちなみに私はアリエルの柄を着ておりますね。これはセットアップスタイル。あ、告知を挟んでしまって申し訳ないんですけど、眠りに入ります。電気を常夜灯に切り替えて、最後に SNS チェックをちょっとしますね。皆さんいつもコメント等たくさんありがとうございます。全部名答しております。はい、そろそろ寝るかなという感じですね。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、おやすみなさい。